をする気だ。やつを抑えろ。旅人、おい旅人。おい、マーセル、何しに来たんだよ。公務を妨害するなら罪をさらに問われるぞ。いや、待ってくれ。私はただ旅人と少し話がしたいだけなんだ。決して逃げようとしているわけではない。頼む、頼むから少し時間をくれ。話を聞こう。ありがとう、感謝する。先ほど連れ出された時にふと思ったんだ。バシェという名前を君たちは一体どこで知った？関連する記録は全て処分したはずだ。となると考えられる可能性は一つだけ。まさか今さら事件の内容を掘り返す気か。すでに有罪になったというのに。本当か？その話は本当なのか？彼女に会ったなんてありえない。一体どうやったのだ？ルキナの泉だと？つまり彼女はずっと私のすぐそばにいたということか。それなのに私は。頼む、彼女に会うチャンスをくれないか。旅人、連れて行ってくれ。一生のお願いだ。その後であればどんな処罰だって受けよう。少し虫が良すぎないか。重罪を犯したというのに注文が多いぞ。非道の犯罪者が言う頼みなんて聞く必要ないよな。トウ、その要求は君にとって命に釣り合うほど重要なものか？ああ、いや、命よりも大事なことだ。人間とは、かくも精神の需要のみで生への本能に逆らえるのか。よかろう、その要求を許可する。最高審判官、なぜ？私もこの者と同行しよう。犯人が脱走した際の責任は案ずるな。あ、承知しました。ヌビレット様が一緒ならもちろん安心です。ありがとうございます、本当にありがとうございます。ここに彼女が。だが、ここにいると言っても具体的にどうすれば会えるのだ？おう、あれを飲んだらオイラでもあの声が聞こえるようになったんだよな。さっきお前も舞台でごくごく飲んでただろ。理屈的にはバッシェ。そうそう、この声だ。どうやらお前も聞こえたみたいだな。ベニール、私だ、バシェだ、ベニール。バシェ、バシェ、私はここだ、ここにいる。君はどこだ、ベニール。今すぐ会いに行こう。おい、ちょっと待った、気をつけろよ。おい、ベニール、君なのか？私だ、バシェだ、ベニール。バシェ、どうして来たの？私のことは探さないでと、そう伝えるようお願いしたはずなのに。あなた、随分と年を取ったみたいね。どれくらい時間が経ったのかしら？かれこれ、20年以上は経った。君がいなくなったあの日から私はもう20年以上も苦しんできたんだ。私はただ君を元に戻すためだけにこの20年以上の時を生きてきた。他の全ては私にとっては何の意味もなさない。私は夢を見ているのだろうか。まさかこうやって自分の心の内を全て君に打ち明けられるなんて。ベニール、君は私のすべてだ。
君なしでは私はどうやって生きていけばいいのかさえわからない。でも私はあなたなんかいなければよかったと思ってるわ、バシェ。なんだと？あなたさえいなければ私は法律を無事に学び終えて一流の代理人になれたかもしれない。あなたさえいなければ私は画家の夢を追い続けられて、いつかパレメルモニアの隅々にまで私の絵を飾れたかもしれない。あなたさえいなければ私は少なくとも母に付き添うことができた。老いた母が一人寂しく涙を流しながら死んでいくことを避けられたかもしれない。全部あなたの私欲のせい、バシェ。全部あなたのせいで。待て、君はベニールじゃないな。一体何者だ？そう、私はベニールじゃない。私は犠牲者。あなたのせいで死んだ女性は全てその肉体が消失したことにより意識が原始大海へと帰ったの。我々の意識は大海の中で絶えず流れ、分かたれることもなく、やがて収束する水流のように一つとなった。私はクリッシー、私はシモーヌ、私はエイドナ。でも一つ確かなのは、私はベニールじゃない。なぜだ？じゃあベニールはどこに？彼女はもうあなたに会いたくないの。彼女に関する意識の全てがあなたを遠ざけてる。これこそあなたの私欲の結末よ。私欲のままに私たちの若い命を奪った。彼女のために何でもすると言ってるけど、そんなことを彼女は望んでいない。あなたは一切考えてこなかった。今のあなたを見た時の彼女の失望を。私は、あなたは嘘つき、あなたは人を殺す悪魔、あなたは事故に陶酔する臆病者。でも一つ確かなのは、あなたはベニールの恋人じゃない。あなたが初めて手をかけた少女は死んだ後、その意識をベニールと融合させた。だから彼女はあなたのことを心の底から憎むようになってる。そんな、ベニールが私を憎んでいるだと？いや、彼女に会わせてくれ、頼む。まだわからないの？私は探さないよう言ったの。これは本物のベニールの意志。彼女は確かにあなたに会いたいと思っていない。けどそれにはもう一つの意味があるの。これは彼女があなたに残した一滴の哀れみよ。だって彼女は知ってたから、もしあなたがここに来たら、私たちはあなたを逃すわけないって。バシェ、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 バシェ。死んで。Thank you.
地をぶらつく時間ができたな。こんな風にのんびりするなんて久しぶりだぜ。相棒今朝起きてやけに調子がいいと思ったらあんたたちに会えるからだったのね。このような天気でもお嬢様の機嫌を曇らせることはできないようです。また会えてよかった、二人とも。ナビア、数日ぶりだな。会いたかったぜ。そっかそっか、その言葉信じるからね。ま、私みたいに息がぴったりでいつも勝利を呼んでくれる相棒なんて他にいないし、そりゃ誰だって大事にしたくなるよね。ひっ、ご機嫌みたいだな、ナビア。最近は何やってたんだ？それがもう忙しくて忙しくて、あの審判が終わってからボア村長とフォンテーヌ邸の間をずっと往復してるの。スピナリロースらのみんながパパのために追悼会を開いてくれてね。パパが死んだ時は名誉なんて地に落ちてたでしょ。当時はたとえ追悼会を開いても来てくれるような人なんていなかったからさ。でも今回はボア村長の人たちと真実を知ったフォンテーヌ邸の町の人たちが追悼会に参加してくれたんだ。よかったな、これでカーレスの汚名も返上できたんじゃないか。ええ、これはお嬢様がずっと抱いていた願いでもあります。あのバカ親父を信じてよかったよ。あの時諦めなくて本当によかった。ただ追悼会から出てきたところシャルロットに捕まってね。まあ正直彼女が必ずやってくることも私を見逃すわけがないってことも最初から分かってたけど。ん？それってスチームバード新聞の記者のシャルロットか？お前も知り合いだったんだな。うん、スピナディロースらのボスに就任した時しつこく質問されてさ、それをまとめて暗闇の深部に潜む本当の心臓、キバラの秘密っていう記事を出してくれたんだよね。けど正直に言うとその記事って私のことをかなりかっこよく書いてくれてるの。だからそれからもお互いに悪くない関係が続いてるってわけ。今回も私たちの関係にあやかって連続少女失踪事件を終えてのインタビューを受けてほしいって言われたの。確かあいつ連続少女失踪事件の動向にずっと注目してるって言ってたよな。ってことはこれであいつの願いも叶ったってことか。ま、安心してちょうだい。あんたたちが重要な手がかりを持って登場した逆転シーンはかっこよく書くよう頼んどいたから。ひひ、シャルロットの記事を楽しみにしとこうぜ。オイラたちもあいつの腕は信用してるからな。あ、そうそう、あとねクロリンデを食事に誘ったの。え、お前たち仲直りしたのか？あんたたち黒幕の本拠地で手がかりを探してくれたでしょ。その時クロリンデが法廷に立ってパパのために証言してくれてね。彼女のおかげで審判の風向きも変わったの。だからまあずっとこじらせててもしょうがないでしょ。これを機に仲直りしようと思って。おお、よかったじゃんか。クロリンデって別に悪いやつじゃないと思うぞ。友達は多い方がいいしな。とにかくいろんなことが一段落したって感じ。連続少女失踪事件も徐々にみんなの記憶から忘れられていくだろうね。あ、そうだ、まだ一つやってないことがあったよ。なんだ？パパの墓参り。物語の結末と真相をパパに教えてあげないとね。それから今もみんなに慕われてるってことと、私もみんなと同じ気持ちだってことをね。お嬢様。おう、オイラたちも一緒に行かせてくれ。カーレスって
ろん、あんたたちのことをパパに紹介してあげる。二人の相棒がいなかったらこの結末にたどり着くこともできなかっただろうしね。それでは皆様、早速出発の準備をしましょう。日が暮れる前にポアソン町に戻れるといいのですが、何しろここ最近はあいにくの天気ですから。うん、そういえばここ数日ずっと雨が止んでないもんね。ここがパパの眠る霊園。実は私もここに来るのは久々でね。あれ、あそこに誰かいるぞ。あれってまさか、あ、ヌビレットだよな。大審判官がどうしてこんなところに。って、おい、ナビア。おや。申し訳ない、事前に君の許可も得ずにお父上の墓参りをしていた。そんなこと言わないで。すまない。謝らないでって言ったの。パパに私の成長を見てほしいけど、この国の最高審判官にそう何度も謝らせるなんて、さすがに成長しすぎだから。そうか、では謝罪は控えよう。はあ、あんたってほんと人の気持ちがわからないのね、ヌビレット様。それでどうして来てくれたの？あの日以来ずっと考えていたのだ。正義とは果たして何なのかをな。人間にとって命よりも大切なものがあることを私はかつて信じようとしなかった。いや、というよりも私は人間が生き物としての本能に逆らい、生き物としての規則に抗うことを、己の命よりも他の何かを大事にすることを信じていなかった。これもまた当時、君のお父上が決闘に出ることを止めなかった理由でもある。本当に無実のものならば、あのように命を捨てることなど決してできないと思っていた。この世に存在することよりも重要なものなどないと、そう信じていたのだ。だが私の信じてきたものをカーレスさんは完膚なきまでに論破した。彼の犠牲なくば連続少女失踪事件は今もなお未解決であっただろう。カーレスさんは愛する者のため、身近な者たちのため、そして自分とは無関係な者たちのためにあのような選択をした。今にしてみればあれこそが全て正義のためだったと言えよう。命そのものを超越した正義だ。君はなぜ私がここに来たのかを聞いたな。私はただカーレスさんに謝罪をしに来ただけだ。何もかももっと早く気づくべきであった。このことが私の胸を締め付け気が晴れないのだ。歌劇場のあの高い位置から眺めるだけではやはり様々なものが見えなくなるのだな。スピナディ・ロースラの諸君、長きにわたりご苦労であった。そのごめん、この前はあんたのこと怒鳴って。あんたって見た目は冷たいけど心の中ではいろいろと考えてるタイプだったんだね。シルバっていう私の部下にちょっとだけ似てるかも。すまない、自分の気持ちを表現するのが苦手でな。だから言ったでしょ、謝らないでって。ナビアとヌビレットも仲直りしたみたいだな。オイラたちは邪魔しないでおこうぜ。後でまたお墓参りに来よう。これで完了っと。オイラ、お墓参りってあんまやったことないから、失礼なこととかしてなかったか？そんな決まりがあったのか？でもしょうがないだろ、元からこうなんだから。
ビア、オイラのことを悪く思わないでくれよ。そうだ、ヌビレットがまだあっちにいるみたいだし、せっかくだからあいつと話してみないか。水人との面会は難しいけど、あいつとなら大丈夫だろ。ああ、君たちか。ナビアさんに誘われて墓参りに来たのかな。おう、今日街をぶらついてたら偶然ナビアに会ってな、そのままついてきたんだ。なるほど。それで私に何か用だろうか。そのせっかくこうしてお前と会えただろ。お前っていつもは忙しくしてるし、この機会にオイラたちの質問にいくつか答えてもらえないかなって思って。ああ、構わない。異教の者がフォンテーヌのために奔走し、あれほど重要な事件を解決してくれたのだからな、報いるのが礼儀だろう。あの時法廷では原始大会の水って犯罪組織から呼ばれてたけど、あれって結局何なんだ？うむ、その呼び方はあながち間違ってはいない。おそらくバシェの組織は幾度となく調べてその概念にたどり着いたのだろう。この星にはかつて特殊な海が存在していた。その水は我々の知っている現在の海とは違う。テイワットの生命の大部分はかの海に由来するものだ。この星のあまたの命を育んだと言えよ。だから原始大会って名前なのか。文字通りの意味なんだな。そして今原始大会はもはや星の表面に存在しない。バシェたちが見つけたのはおそらく特殊な例に当てはまるものか古代の遺物だろう。なるほど、お前ってほんと物知りだな。じゃあなんで人間じゃなかったフォンテーヌ人はあの海水に溶けちゃうんだ？生命を創造し生み出す原始大海が何故生命を飲み込むことになってしまうのか、これは実のところ私の認識する説理と齟齬がある。フォンテーヌ人の身にきっと何か特別な秘密があるのかもしれない。他に何か聞きたいことはあるか。海面が上昇し人々は海に溶けていく。涙を流すフリーナだけが残されるその時まで、そうしてフォンテーヌ人の罪は洗い流される。予言というのはこのようなものかな。そうそう、リネから教えてもらったんだ。大体そんな感じだったぞ。うん、現状を鑑みるにもはやこの予言は無視できないものになっていると私は思う。この予言はフォンテーヌの先代水人が死に際に残した言葉を元にしていると噂されている。先代の水人が残した予言だったのか。それは初耳だな。今海が上昇することとフォンテーヌ人が溶けること、その二つが現実となった。警戒を強めて他の兆しに注意すべきだろう。そういえばフリーナはずっとこの予言を気にかけていた。テイワットの各地から情報を集めていたこともある。噂が事実であればこれがおそらく先代水人がフリーナに与えた難題となるからであろう。でもあの水人って本当に頼りになるのか。他に何か聞きたいことはあるか。すまない、調査の結果はまだだ。だが有識が無意味な判決を出すとは依然として私は思っていない。え、でもあの時お前自身は無罪って言ってたよな。長い歳月を経る中、有識もただ機械的に私の判決をただ繰り返しているわけではないと分かった。神によって作られたマシナリーとしてあれは民衆の正義への信仰を束ねている。強大な立証混合エネルギーを生み出すだけでなく自己意識のようなもろもろを備えている可能性が高い。それゆえ今回のように判決に齟齬が生じることは
とうの昔より覚悟ができていた。そういえばリネはユシキのコアがある部屋で人の声を聞いたって言ってたな。そのようなことがあったのか。それこそまさに私の判断を裏付けるものになるかもしれん。その件も調査の対象としよう。だが何にせよユシキの判決には何かしらの理由が存在するのだと私は思う。きっとまだ何か手がかりが足りないのだろう。あの時のフリーナの反応から察するに彼女も見当がついていないはずだ。でなければお得意の芝居で見栄を張る必要もないからな。この件の調査は決して諦めないと約束しよう。真相を明らかにするまで申し訳ないが、あのファデュイの執行官にはメロピレ要塞にとどまってもらうことになる。もし本当に冤罪であった場合には必ずや最大限の保証をさせてもらうつもりだ。今のあいつが最も望んでる保証って多分お前と思いっきり喧嘩することだとオイラは思うぞ。他に何か聞きたいことはあるか。家族、君以外の金髪の旅人か。すまない、見たことがない。もしその彼がフォンテーヌを訪れていたらフォンテーヌの法律を尊重していたということだ。故に歌劇場とは無縁だったのだろう。他に何か聞きたいことはあるか。そうか、君の疑問を解くことができて光栄だ。君との交流は実に楽しいものだったよ。私はしばしここの静けさをかみしめてからパレメルモニアに戻るとしよう。やっぱりヌビレットって忙しいんだな。てっきりここに来たのは休みだからだと思ったぜ。罪悪に休暇などないからな。正義も休む暇などないのだ。審判官というのはそういった仕事だ。そっか、確かにお前の言う通りだな。あれ、今気づいたけど雨が止んでるぞ。